タイが中国製通常動力型潜水艦の導入を検討していたことを、みんなは知っていたかな？中国の潜水艦か、最近の中国は軍事力もどんどん拡大しているけど、実際のところ潜水艦単体の性能ってどうなんだろ？まあ結局のところ、この計画は頓挫しているらしいぜ。あ、そうなの？どうして？それも含めて、今回はこのタイ海軍が導入を計画し、頓挫している中国製通常動力型潜水艦について詳しく見ていくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年4月20日に産経新聞が配信したニュースによると、タイが中国と購入契約を結んでいた。039A 型ユアン型通常動力型攻撃潜水艦の契約が頓挫していて建造が進んでおらず、タイのプラユット首相兼国防相がこの件について4月4日に、エンジンがない潜水艦をなぜ買ったのかと政府が責められる事態になっている、などと述べて契約が頓挫していることに懸念を示したらしいよ。プラユット政権では契約破棄をほのめかす発言も出ているとされていて、もし契約破棄に至るようなことになれば、ここ数年中国の軍事装備に傾倒していた、タイの軍備計画方針が変化する可能性が指摘されており、中国のプレゼンス低下も含めて注目していく必要があるね。タイ王立海軍は2017年4月に、中国企業の中国船舶重工国際貿易 CSOC との間で、中国海軍が運用している 039A 型ユアン型通常動力型攻撃潜水艦1隻を、135億バーツ約500億円で11年間の分割支払いで購入する契約を締結していて、2023年末頃までに引き渡される予定とされていたんだ。039A 型ってどんな潜水艦なの？中国海軍が運用している 039A 型ユアン型潜水艦は、基準排水量2000トン、水中排水量2400トン、全長 72.0 メートル、最大幅 8.4 メートル、喫水 5.5 メートル、乗員58名で、速力は浮上時16ノット、潜航時23ノットの性能を持ち、533ミリ魚雷発射管6門から魚雷、艦対艦ミサイル USM、機雷を発射でき、機関方式は機体機依存推進 AIP を用いたディーゼルスターリングエレクトリック方式となっているよ。これは海上自衛隊の双流型潜水艦と同じ機関方式であり、差し詰め中華版小型双流とも言える潜水艦だろうな。購入契約が結ばれていたのは、039A 型ユアン型の輸出バージョンである S26T 通常動力型で、2017年の契約の他に中国から2026年までに計3隻を、購入することで基本合意しているとされていたんだけど、その際にはドイツの MTU 社製 396SE84 シリーズの、ディーゼルエンジンを搭載することが契約条件になっていたみたい。しかし、ドイツが欧州連合 EU における、中国への軍事関連品販売を禁止する措置を理由に、MTU のディーゼルエンジンの輸出を拒否したことで契約が宙に浮いてしまっており、ドイツ側はその理由として、EU で1989年に発生した中国北京での天安門事件以降、中国への軍事品販売を禁止する措置を取っているためとしているんだって。この報道を受けて、ドイツ中隊武官の道都氏が、問題はエンジンが使用される最終的目的地がタイであることではなく、エンジンが中国の防衛産業に提供されることにある、と述べているんだけど、この発言がドイツの意向を表しているとするならば、今後は中国海軍に収めるユアン型潜水艦にもドイツ製ディーゼルエンジンを、提供できないことになり、今後の成り行きが注目されているよ。ただ、中国側からは他のディーゼルエンジンの搭載が可能とされているので、中国海軍での問題はあまりないと見られているんだが、タイ側では中国製ディーゼルエンジンに換装することを承諾できないとしており、契約破棄の可能性が高いと見られているぜ。タイ王立海軍では1997年よりスペインの馬山社が建造した軽空母、ジャクリナルエベト満載排水量1万1486トンを保有運用しており、垂直短距離地着陸機 STOVL である AV-8S ハリアーを6機搭載して、運用している東南アジアにおける海軍大国なんだよね。また、タイ王立海軍では第二次大戦中から1951年まで、マッチャーヌ級通常動力型潜水艦4隻を保有していたんだけど、このマッチャーヌ級潜水艦は1937年から1938年にかけて、日本の三菱重工業神戸造船所で建造されたものなんだ。当時のシャム王国が潜水艦建造を目指して発した国際入札に対して、日本帝国海軍による乗組員訓練のオプション付きで落札し、日本国内では三菱型と称して日本が輸出した唯一の潜水艦だったよ。マッチャーヌ級について詳しく。マッチャーヌ級潜水艦は、水上排水量375トン、水中排水量430トン、全長51メートル、乗組員29名で、水上速力 15.7 ノット、潜航速度 8.1 ノットを発揮し、
武装は45センチ魚雷発射艦を艦首に4門備えているほか、甲板上に8センチ単装砲1門が装備されているんだ。基本設計や性能は、当時の日本帝国海軍の6号潜水艦小型に準じているんだけど、マッチャーヌ級では発令所下方にセーフティタンクが設けられていて、緊急時急速浮上に万全を期した設計となっていたみたい。大帝国海軍は、太平洋戦争での日本の敗戦によってメンテナンスが受けられなくなったことなどによって、1951年にマッチャーヌ級4隻全てを退役させて以来、潜水艦を保有していないね。しかしながら、海軍内ではかつて潜水艦を運用していたとの自負は根強く残っていて、過去にたびたび潜水艦の導入を時の政府に働きかけていたが、そのたびに不要として却下されていたようだな。2012年、大王立海軍で2010年以降に退役するとされていた。ドイツ海軍の 206A 型潜水艦6隻の導入が計画されたが、当時のインラック政権によって却下され、2015年7月には今回と同様に、中国からユアン型潜水艦3隻を購入する計画を進めていたんだが、この時はアメリカ政府の圧力などにより断念した経緯があるよ。しかし、大王立海軍は潜水艦の保有を諦めることなく、2014年には保有する潜水艦がないまま、大東部のサッタヒーク海軍基地内に潜水艦部隊司令部を設置するなどして、潜水艦の保有に執念を見せているんだ。潜水艦は、保有するだけで敵にプレッシャーを与えられるもんね。さらには多大なコストを消費させることを強要させることができる。極めて強力な兵器であるため、この執念もやむなしだろうぜ。水中では電波を使うようなレーダーは全く機能せず、ソナーで目標を探知、追尾する必要があるけど、これには当然、そのための高い能力が要求されるからね。その上、潜水艦は一度海の中に潜ってしまえば、対戦アセット以外からの追跡を容易に回避できるという特性があるため、情報収集を行うような場面でも特に重宝するよ。また、潜水艦から放たれる超魚雷は、空母等の大型艦艇であってもほぼ確実に撃沈することが可能だし、核兵器を除けば最も強力な対艦攻撃手段とも言えるよね。今回の中国への潜水艦建造発注に関して、大国内では以前から中国との潜水艦契約が国民の間で論争の的になっていたところに、新型コロナウイルスの大流行で大国内の経済が大打撃を受けたことで、潜水艦の購入コストをめぐって国民から激しい抗議の声が上がり、大王立海軍当局では追加の2隻の購入契約締結を延期していたんだ。このドイツの措置で困るのは中国で、タイの他にもパキスタンに 039A ユアン型8隻を売却する契約があり、もしこの契約についてもドイツがエンジン提供を拒否すればどうなるか予断を許さない状況だよ。また、この先最新兵器を中国から購入しようとする国は、それが EU の部品を使用していた場合、遅延やコスト超過などが発生する可能性を考えると、中国からの購入をためらう可能性があるとする見方もあるな。シンガポールのエスラ・ジャラトナム国際関係学院研究員、コリン・コー氏は、将来の顧客は中国の入札を評価する際にこうしたリスクを検討しなければならないかもしれないと指摘しているよ。そして、中国が西側によるテクノロジー規制の強化に直面している現在の戦略的環境を考えると、中国政府は将来に向けて潜在している兵器の輸出販売や、既存の顧客以外における市場拡大の可能性を失うかもしれない。として、中国が置かれた現状を推察しているんだ。近代兵器は戦うコンピューターとも言われ、エンジンの他にも情報処理のために様々な電子機器がふんだんに使用されているが、これらの生産は国際的なサプライチェーンに大きく依存しているからな。そのため、現在のロシアのように世界各国からの経済制裁を中国が受けた場合、中国製兵器を運用しているような国家はその装備の大部分の予備部品を入手できないという状況に陥りかねないね。米国やドイツ等のある程度信頼のおける国家ならともかく、中国という国家が将来的に侵略戦争を行わないという確信はないため、中国製兵器を導入、ないしは運用しようとしている国家にとっては頭の痛い問題となるんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。